よっしゃ、もね、とびて。よっしゃー、よいしょ。っていう感じで終わりました。いやースーパー迷った、今日すげえ迷っちゃった。ということでね、今日のおつまみはじゃーん、ポテサラ、前食ったらうまかった焼き鳥、これで、テリーサバのテリー焼き、唐揚げ、もうスーパーメニューですね、最高です。よしだ、よし、じゃあ、ちょう。よいしょ。OK。じゃあ、マイクから行こうかな。温めた焼き鳥から行くか。ね。からしタップしで。うれ。いただきます。うん。うん、うめえ。マジうまい。うん、ポテサラもうまい。じゃあこの竜田揚げ、マヨネーズだけど、うん、うまっ。で、梅ちゃん、レモンちゃん入れましょう。よし、じゃあこの照り焼き食べよう。うん、例えばさ、結構前に、毎日見てくれてる視聴者さんは分かると思うんだけど、職場の後輩でうつ病になっちゃって、でもう何年間も引きこもっちゃって、自宅で、それでもう何だろう、仕事もしないでずっと家にいるっていう感じになってしまって、病気だからしょうがないんだけど、ただ最近自分がその人の気持ち、自分が感受性強いから、そしてそのたまにこう感じる、人を感じれれるっていうか、心を感じれれる時があるから、自分になんか助けられることがあったら、パワー出せることがあったらね、いいかなと思って、ちょっと彼をね、うつで戦っている彼を助けてみようと思って、うん、結構前に行って毎日連絡取り合ってんだけどさ、毎日ね、
心をシャットアウトしてるから、内側から鍵閉めちゃってるから、どっから入っていいかわからないのよ、こっちは。うん。内側から閉めちゃってるからさ、うん。どっかしらちょっとポーンってこう隙間が空いてるスペースがあれば、そこから出ておいでって言って、怖くないよ出ておいでって言えるんだけど、全部シャットアウトしちゃってるからわからないんだよ、そのどこが、その彼の脱出口なのかって。脱出口を探すのがすっごい大変で、まあ人が怖い、人が会うのが怖いっていうことぐらいしか言わないから、でもね、毎日連絡取り合って分かってきたのよ、分かったの、あるポイントが。こうやってずっとこう、なんだろうね、 目隠して目つぶりながらこう、なんかこう、なんか爆弾を触ってる感じ、こう、優しい。ちょっと間違ってボーンみたいななりそうなんだけど、こう、優しく優しく、こう、どこかな、どこかなみたいな。入り口どこだみたいな、下がってて、分かったんで、最近。一つのポイントが。うん。突然ね、ちょっとある質問をして、したら、旅行に行きたいって言い出して、どこなのって言ったら、アジアに旅行に行きたい。行ったことあるのって言ったら、何カ国が、なんかタイとかマレーシアとか、ベトナムとか、なんだっけ、出てきていろいろ。行きたいと。じゃあ行ったらいいじゃんって。うん、そんな話で盛り上がっちゃって。やっぱりその時の LINE の文面っていうのは、やっぱりこう、その、そっちの、その元気な時の感じに戻れるんだよね。ああ、ここだ、ポイントは、と思って。ちょっとこう、心の扉が開いた。うん。ちょっとこう、動いてみようかな、みたいな。もしかしたら、旅行に行く、パワーが出るのかな、みたいなさ。うん。そういうことなんですよ、最近。うん。旅行は行ってきなって言ってるんだけど、うん。仕事うんぬんよりもまず旅行行った方がいいよ、つって。うん、したら答えが出るよ、つって。わかりました。それなんか元気になるかもな、ちょっと希望を持ってきて俺も。本当に。さださ、そんなこと職場の人に言ったらさ、引きこもりでね、苦しんでる彼のことなんか言ったら、そんなもん家行って、ね、ダン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 って開けて、部屋から引きずり出せばいいんですよとか言って言うんだけど、そんなの死んじゃうからね、ダメだよ、本当に。ダメダメ、うん、心と心で会話しないとダメなんだよ、うん、それでマジでさ、その彼を元気にできたらマジすごくない？みんなマジすごくない？それ、何年間も引きこもってるんだよ。それが毎日 LINE でやり取りして信頼関係を築いて、心を開かして、それで表舞台まで連れていくって、これものすごい労力なんで、何やってんだろうね。無償で。なんかね、苦しんでる人に助けたくなっちゃうんだよね、俺。弱いっていうかさ、弱くなっちゃってる人。かといって、私の
私の息子もとか私の娘もとか言われてもできないかな、これね。俺がもう引き持っちゃってんだから、もう酒飲みながら本当に。でも嬉しかったな、なんかちょっとこう希望が見えたっていうか、うん、手探りの状態から元気になってほしいなと思ってさ、うん、本当。そしたら俺カウンセラーっていうかヒーラーになりそうって自信ついちゃうもん多分、うんうん、比較的僕は人の心が見えるんだけど、それはちょっとでも開いてる状態じゃないと見えないんだけど、こう心がシャットアウトしてると見えないの完全に。そりゃそうじゃん、電車の中とか見えないし別にね、歩いてる人の心の中が見えるかっていうとそうでもないんだけど、ただ話しててとか、うん、なんかこうなんだろうな、分かり合うとか、ちょっとこう通じ合えると見えるっていうか、そういうのは少したまに出てくるんだよね。うん、自分が絶望しているとき、誰も信用できなくてのたうち回っていたとき、もっと地面にぶっ倒れてよりね、こうのたうち回ってるときに、本当に自分のことを目かけてくれて、大丈夫って言ってくれて、何がしたいのとかさ、ね、無理しないで行こうよ、希望あるよって言ってくれる人がいたら、もうめっちゃくちゃ嬉しいもんね、それ。うん。そういうさ、お金を払う、なんか相談みたいなのあるじゃん。それやりたくないんだよ、でもね。うん。おせっかいってやれればおせっかいなんだけど、ね、ほっといてくれって思われるかもしれないけど、俺がほら、結構どん底っていうか、絶望経験してるから、そういう時にさ、なんか優しくしてくれる人って嬉しいじゃん。うん。それでも仕事も面白いよね。人助けるっていうね。うん。本当だ。薬は飲んでるの知ってんだけど。薬だけじゃない。心。陰陽師みたいな、ピシーンピョーンみたいな感じでやってるわけだ。うん、うん、本当にマジで闇を破壊するっていうかね、本当に。でもまだ時間かかるよ、まあ、ちょっと突破口はできたけど、そっからね、もう本当にマジで行きたい、海外に行きたいっていうぐらいのこの衝動っていうか、そういうのが出てこないと動かないからね、うん、だから本当昔の思い出をこうどん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 思い返してあげてね、それでよしやってみようっていうところまで連れていくって、ものすごい陰陽師だよ俺本当LINE の文字だけでやってるから、それは何やってんだっていうね、なんか報酬あるのかって思うんだけど本当に。ねえ、本当にだから、なんであんな連絡ちゃんと取れんだろう。
思議なんだけど、信頼してくれてるから、うん、心と心を通じ合わせて、そして光のところまで連れてくってめっちゃ大変だよ。エクソシストだよ、もうビビって、うわーって、うわービーって何やってんのかな。でも何で俺対決してんだと思うんだけど、対決してるのは心なんだよ、人の心、うん、を動かす、うん、その弱くなって固まってしまった心をほぐす感じ。そう、なんかそういう悩んでる人っていっぱいいるんじゃないの、なんかって、苦しんでる人、悩みとうつをどうしようもない不安感とか虚無感とか動けない人っていうものはもっといると思うんで、社会的に普通に生きてて、あ、ちょっと悩みあるなぐらいじゃなくて、もう本当にもう動けなくなっちゃってるみたいな、もう俺には明日がねえんだみたいな人を救いたい。それも実力講師とかじゃなくて、心と会話してできるんだと思うもんね、多分。これが本当に立ち直ったら俺すごくない？健常者じゃない人には分からない、なんだろうな、重いものがあるんだよ、すごい悩んでる人って。心に大きな傷が、そう。でもそういう精神科のクリニックとかの先生はその症状を考えて薬出すかもしれないけど、僕の場合は心と対峙して見えて、その入り口はどこかなって探す作業をして、扉を開けてもらう、心の扉を、それを一番にしてる。病んでる人だよ。普通な、何もないし、何もないよって、うん、うわ、心の中を安定させる陰陽師みたいな、ビシみたいな、ビシじゃねえけど。うん、っていうことです。だから最近ちょっと頑張ってるっていうか、仲良くしてね、やっぱりこう元気になってほしいよね、みんなね。なんかあいつはもう鬱でダメだから、もうどうでもいいよって思われてるから、仲良くしてさ、元気になってまだ酒とか飲みたいじゃんね。ということで、平成じゃねえや、令和の陰陽師、パヘでパヘでございます。勝手なこと言ってんだけど、じゃあね。